どうも、占い師のゲッターズです。アシスタントの奥万です。さあ、本日は埼玉県の10代後半女性、チャンサヤ、チャンサヤちゃん、はい、はい、10代後半来ました。私には好きな人がいます。はい、サークル内の学部が同じの1個上の先輩です。端的に言うと私の一目惚れです。初恋なのでどうやってアプローチしていいのか分からず、好きになってから特に何のアクションも起こさないままかれこれ1年が経ち、私も大学2年生。先輩は去年の夏、私の同期と付き合っていましたが、すでに別れており、確かではありませんが、聞いた話によれば今はどうやら私の友達が好きなようです。それゆえに最近はこのまま好きでいても私は先輩と付き合えることはないだろうなとさえ思うようになってしまいました。そこで今回ズバリ、私の片思いは実るのか占っていただきたいです。どんな結果になろうとも受け止める覚悟はできています。よろしくお願いします。動こうぜ。まあね、なんかアクション起こさなかったら、うん、動い、そうだよ、ただ思ってるだけだもんな、もったいない感じはしますけど、どうでしょうか。相性は、そうですね、ちゃんさやさんと彼を占いまして、先輩ですね、結論から申し上げます、はい、ないです。これは難しいですね。彼は、顔立ちのはっきりしたお姉さん系、とにかくおしゃれな子、ちょっとショートカットを見るとちょっと小ざっぱりした感じの雰囲気の子が好きです。うん、一方、チャンサヤさんは、よく言えば真面目。はい、悪く言ったら暗く映りやすいところ。パワフルなところありますけど、ちょっとせっかちなので人の話聞かないところがあるので、ちょっと、まあ、でもお姉さん系1個入ってるので、そこを極めてファッション今風にちゃんと変えてみるといいと思います。うん、ただネガティブが入ってるんですよ。勝手にマイナスに考えるところは、まあね、それゆえに最近はこのまま好きでいいの、私は先輩とつけることなんかちょっと面倒くさいかなと思う。もうネガティブな言葉を言わない、すべ、うん、てポジティブに変換してください、うん、そしたらうまくこなさるんで、万歳ってずっと言ってるやつがいいもん、やっぱ、ね、戦後わかんないけど、イエーイって言ってる方がいいですよ、そうそうそう、絶対女の子は。そう、そんな感じの明るい感じにしておくと うまくいく可能性はまだあると思いますけど、ただ根の部分で足は全然良くないので、つながりは弱いと。よかった、早くに任せてよかった。チャンサヤさんは紹介がいいので、お、まあまあ、でも大学だからね、いろんな人いるから、この先輩ね、男前なの、そこそこおしゃれだし、外見のいいやつにろくな人生もないですよ。いや、そうですよ、学生まで本当大学を出て 2,3 年経って働き始めたら本当クソみたいなやつだからね。そうよ、だいたい騙されてダメよ。社会人 1,2 年目で大体みんなボロ出るから、あれこいつあれ意外と無能だねみたいな。もう学生と社会全然違うからね。あの、働き始めたから男の本質が出ますから。どうせこいつドクロの T シャツ着てるんですよ。え、そういうおしゃれなやつじゃないですか。そう、ドクロの T シャツみたいに着てるじゃないですか。長めの服着てます。あ、長めの服、あ、長めの上着着ておしゃれますよね、うん、なんかあの黒い、あ、黒いやつシャツ着て、ちょっとこういうビって、あ、シルバー、シルバーね、そうそうそう、着けてる。知りませんけど、まあまあおしゃれな推し持ってて、まあ魅力的なの分かりますけど、この方ではないと思います。いつ頃出会います？新しい出会いが今年11月以降、12月、来年か、の方がかなりいい人に会えると思いますんで、そちらの人に行けるよこれ。まあでも本当は3年後だけどね。まあでも、まあ、まだ10代後半ですから、まあ、でもと付き合ったら自分の好きな気持ちを打ち明けて振られるのも勉強ですから、それもね、いいと思います。頑張ってください。以上、ゲッターズでした。奥万でした。